雪で周りが見えないし、歩きづらい。というか、本当にこっちの方向で合ってるの？わからない。迷ってしまったみたいだね。け。大丈夫？いたた。大丈夫大丈夫。いた。ごめんなさい。私、もう歩けないかも。なあなあ霊夢、今日はどんな話をしてくれるんだ？あら、マリサ。今日は2018年に三島山で発生した遭難事故の話をするわよ。三島山は東京都の奥多摩エリアにある山で、標高は1531メートル。三島山という名前の通り、西峰、中央峰、東峰の3つの頂上があって、日本300名山と山梨100名山に選定されているそうよ。また、冬の晴れた日であれば、山頂から富士山をはっきりと見ることができるみたいね。いいねえ。富士山が綺麗に見えるとそれだけでテンション上がっちゃうよな。さらに、奥多摩の三島山、大岳山、五千山を合わせて奥多摩三山と呼ばれており、どの山も比較的アクセスしやすく、日帰り登山コースもあるため初心者でも登山を楽しむことができるみたいね。初心者も登ることのできる山、いいじゃないか。それで、三島山の日帰り登山コースはどんな感じなんだ？コースはいくつもあるのだけど、一番短いのは都民の森からスタートするコースよ。都民の森には駐車場があり、バスも出ているからアクセスしやすいし、コースをぐるっと一周しても距離は約 5km でかかる時間は3時間程度みたいよ。3時間はかなり初心者向けだな。登山というよりハイキングって感じだ。さて、前置きはこれくらいにして、早速事故の話をしていきましょうか。おや、今日は随分と前置きが短いんだな。最近前置きが長くなっちゃうことが多かったから、たまには短いのもいいでしょ？それじゃ、話していくわよ。よろしく頼むぞ。三島山で起きた遭難事故はどんなものだったんだ？2018年3月19日。3月21日に日帰りで三島山を登ろうと思っています。誰か一緒に行きませんか？と、よし、送信。中国人の降臨は三島山登山の計画を立て、中国のメッセージアプリ、WeChat で参加者を募ったの。WeChat？ それはどういうアプリなんだ？簡単に言うと、中国版 LINE という感じみたいね。知っている人が多いと思うけど、LINE は無料で音声ビデオ通話チャットが利用できるコミュニケーションアプリで、ニュースを見たり、音楽を聴いたりなど、他にもいろんな機能があるわよね。一方 WeChat は、通話やチャットができるという点は LINE と同じなんだけど、それに加えてショッピングやチケットの予約、税金の申請など様々なことがこのアプリ一つで可能なのだそうよ。かなり便利そうだな。また、LINE と違ってメッセージの未読、既読表示がないそうなの。へえ、個人的にはいろいろな機能があることより、それが一番魅力的かもしれないな。さて、ちょっと話が脱線しちゃったから元に戻すわね。降臨は参加者を募り、降臨含め13人が登山に参加することになったそうよ。19日に21日の登山の募集をかけて、それだけの人数が参加したってことは全員日本に住んでる人たちだったのかな。そうなのかもね。この急な募集でわざわざ中国から日本に来るのは厳しそうだし。そして、メンバーの年齢は10代から40代で、最年少の人はなんと15歳だったみたいなの。15歳？随分若いな。15歳の人がいたり、13人もの人が集まったことを考えるともともと何かつながりがあり、面識があったのかな？ゲームとかの共通の趣味があったとか。それについて詳しい情報がなかったけど、初対面の人もいたという情報はあったわ。なので、何のつながりもなかった可能性もあるかも？もしかしたら私たちの感覚が時代に追いついてないだけで、今時の人たちって面識がなくてもすぐリアルで集まるものなのかもしれないわね。霊夢、時代に追いつけてない気がしてなんか悲しくなるからこの話はやめよう。さあ、話を進めてくれ。そうね。それじゃあ、13人の登山計画について説明するわね。これについてもあまり情報がなかったのだけど、いくつかの情報と私の予想で説明させてもらうと。まずは JR 奥多摩駅に集合し、登山口のある奥多摩湖周辺までバスで向かう。奥多摩湖周辺に着いたら三島山に向かって登山道を進んでいくのだけど、参考にしたニュースには奥多摩湖の近くの登山口から入山としか書かれておらず、どのルートから入る計画だったか不明なの。でも、おそらく三島山登山口からの計画だったんじゃないかと思うわ。それはなんでだ？奥多摩湖には、麦山の浮橋というものがあるのだけど、その名前の通り湖面に浮いてる橋なの。
湖を歩いて渡ることができるなんてなかなかできない経験だし、せっかく奥多摩湖まで来たらきっとここを渡ろうと思うでしょう。そして、この橋を渡った後、一番最初に出てくる登山口が御頭山登山口なのよ。なるほどね。それでその登山口から入山する計画だったと予想したんだな。ちなみに麦山の浮橋はかつてドラム缶で作られた橋だったので、別名ドラム缶橋と呼ばれているそうよ。ドラム缶橋か。その名前だけ聞くとなんだかすごく浮き沈みしそうな橋に思えるな。御頭山登山口から入山した後は、伊予山、ぬかざす尾根を通過し、ぬかざす山へ、そして目的地である御頭山山頂に到着。その後、ピストンで下山する予定だったことは分かっているのだけど、山頂に着いてから周辺を探索するつもりだったのかは不明なの。でも、コースタイムからするとそんな時間的余裕はなかったでしょうから、きっとすぐに下山する予定だったんでしょうね。今説明してくれたコースで登山するとどれくらい時間がかかるんだ？コース距離は往復で約 11.4km。コースタイムは上りが約3時間半、下りが約2時間半。合計で6時間程度ね。6時間か。早朝の出発だったり、登山慣れしてる人だったら多少寄り道しても大丈夫そうだけど、そうじゃないと厳しそうだな。さっき聞いた都民の森のコースとはコースタイムも距離も随分違うし、これを知らずに挑むと大変な思いをしそうだ。ところで、降臨は中国人だったわけだけど、登山道の案内標識とかは問題なく読めたのかな？それが原因で迷う可能性があるんじゃないか？この時の13人のメンバー、実は全員が中国人だったわけではなく、3人は日本人だったそうよ。なので、その点は問題なかったはずよ。あら、そうだったのか。ほんと、どういうつながりのある人たちだったんだろう。そして、登山当日の3月21日、13人は奥多摩駅に午前8時頃集合。それから奥多摩湖へ向かい、午前10時頃には登山を開始したそうよ。コースタイムが往復6時間だから、休憩なしでコースタイム通りに進んだとしても下山は16時になるな。あまり時間的余裕がないように思えるけど、大丈夫なのかな？午前10時、登山口にいた13人。この日の天候は、わぁ、雪が降ってる。おぉ、いい雰囲気じゃん。登山開始時点で雪が降っていたようなの。雪？北国や北海道ならまだわかるけど、奥多摩でも3月下旬に雪が降ることがあるのか。本当に3月に雪が降るのか疑ってたけどちゃんと予報通りだな。まあ、このぐらいの雪なら大丈夫だろう。実はこの日、天候は雨で山沿いでは大雪になるという予報が出ており、降臨たちはそれを把握していたのだけど、日程の都合で登山日を変えることができず、また、現地でもこれくらいの雪であれば問題ないと考え登山を強行したそうよ。本当に大丈夫なのかな。大雪となるといろいろ装備が必要になりそうだけど、準備してきているのかな？それについては、13人全員がしっかりとした装備だったわけではなく、登山靴ではなくスニーカーを履いている人や、ストックを持っていない軽装の人もいたとニュース記事には書かれていたわ。まあ、登山靴じゃなくても歩きやすい靴はあるだろうし、ストックも使わない人はたくさんいるからそれだけで軽装と評価していいものか。私も通常の天候であればそう思うけど、この時は雪が降っていてしかも大雪の予報だったから、さっきマリサが言ったようにいろいろ装備が必要なわけで。それを踏まえると軽装と言われてしまっても仕方ない気はするわね。まあそうだな。もし雪が積もったところをスニーカーで歩くことになったら、雪が靴の中にたくさん入ってくるだろうしな。あとは服装について情報がなかったけど、おそらく山に適したものではなかったんでしょうね。それも込みで軽装という表現だったのかも。確かに。それもありそうだな。雪の降る中、登山道を進んでいった降臨たち13人。でも、進むペースは遅く、コースタイム通りには進めていなかったみたい。大雪と言われてたくらいだから徐々に雪が積もって歩きづらくなっていただろうし、視界も悪かっただろう。遅くもなるよな。でも、遅くなった理由はそれだけじゃないのよね。というと、御頭山登山口からぬかざす尾根を通過して御頭山山頂を目指すコースは、奥多摩山域屈指の急登コースと言われているの。特に、ぬかざす山と入尾沢の峰の間の区間は尾根の泣き坂と言われていて、かなりの勾配みたいね。なので、コースタイム3時間半となっているけれど、実際登ってみるともっとかかることもざらにあるらしいわ。なるほど。その急登を大雪の中登っているわけだから、そりゃコースタイム通りにはいかないよな。それにしても、おつねの泣き坂って独特な名前の場所だな。由来が気になるが。今話すと話題がそれすぎてしまうから、今日の話の最後の方で由来を説明するわ。それまで待ってちょうだいね。
了解だぜ。急登に苦戦しながら進んでいく降臨たち13人。そして、しばらくすると雪が強まってきて、登山開始時はこれくらいの雪なら大丈夫と思っていた降臨も。雪が強くなってきたな。これはちょっと危険かもしれない。このように思い始めたの。しかし、前にいるメンバーたちがどんどん進んでいくので、そのままついていってしまったみたい。ええ、一応、参考の企画者は降臨だったんだよな。それで、危険だと思ってたのに何も言わなかったのか？あくまでも企画しただけで、登山のリーダーという立ち位置ではなかったんでしょうね。それにさっきも言ったけど、初対面の人もいてそれぞれの体力や経験などもわからず、ここまで来て引き返すというのも言いづらかったでしょうし。メンバー全員の心の内に、危険なら誰かが止めてくれるだろうという考えがあって結局誰も言い出せなかったのかもしれないわね。今までの事故でリーダーがちゃんと決まってなくて判断が遅れたパターンはいくつもあったけど、今回も似たような感じだな。その後、どうにか未登山の山頂にたどり着いた13人。到着時刻は不明だけど、この後の行動の時刻から考えて、16、17時くらいだったと思うわ。もし仮に到着時刻が霊夢の予想通りだったなら、入山してから6、7時間もかかったことになるな。その時刻で雪も降ってるとなると、すでに辺りは暗くなり始めてただろうな。山頂到着後、降臨たちはすぐに下山開始。しかし、雪で周りが見えないし、歩きづらい。というか、本当にこっちの方向で合ってるの？わからない。迷ってしまったみたいだね。18時ごろ、13人は進むべき方向がわからなくなっていたの。しかし、この時点ではまだ救助要請をすることはなく、どうにか下山しようとさまよっていると。大丈夫？いたた。大丈夫大丈夫。いた。ごめんなさい。私、もう歩けないかも。女性メンバーのかぐやが積雪に足を取られ転倒。彼女は骨盤を骨折してしまってたの。骨折か。さすがにその状態で大雪の中下山するのは困難だろうな。かぐやは動けず、積雪もどんどん増してきて身動きが取れない状況。もうどうしようもないと判断した降臨たちは、ようやく救助要請することを決断。もしもし、未登山で遭難し、動けなくなってしまいました。救助お願いします。この時の時刻は20時頃だったそうよ。道に迷ってしまってから2時間後にやっと救助要請か。第三者視点だとなんで迷った時点で救助要請しないんだと思っちゃうけど、当事者はいろんな葛藤があって救助要請しづらいんだろうな。電話で救助隊から。その場を動かないでください。こう指示を受けた降臨たちは、その場にしゃがんで救助が来るのを待ったそうよ。大雪の中、動かずその場に留まり続けるのもかなり辛そうだな。低体温症が心配だ。全員無事に下山できればいいが、果たしてどうなるか。翌日、22日。朝6時40分に、その場を動かず待機していた降臨たちの元に救助隊がやってきて13人は救助されたの。全員意識がある状態だったものの、低体温症や脱水などの症状が見られる人もいたみたい。歩くことのできた6人は救助隊と一緒に下山。残りの7人はヘリで救助され、午前中に13人全員の救助が終了したそうよ。そして、かぐやの骨盤骨折以外には大怪我をした人はおらず、誰も亡くなることはなかったの。また、これは後の聞き取りからわかったことなのだけど、降臨たちは登山届を提出せずに未登山を登っていたようね。ああ、そうなんだ。結果的に13人は比較的短時間で発見されたからよかったけど、見つからなかったらそのうち携帯電話のバッテリーも切れて連絡が取れなくなり、捜索が難航してたかもな。この13人が再び登山をすることがあるかはわからないけど、もし次回があればその時はしっかり準備して挑んでほしいものだな。さて、いつもだったらこの後に最後のまとめに入るのだけど、話の中でお常の泣き坂の由来を説明すると言ったわよね。今から話していくわよ。お、それ気になってたんだよ。じゃあ、聞かせてくれ。それじゃあ、お常の泣き坂の由来を奥多摩にある、奥多摩城は常泣き峠の由来という看板から一部抜粋して紹介するわね。奥多摩湖畔の川の荷とある城主がおり、ここの召使いお常と、ほど近い上皇院の高蘭とは、いつしか相愛の仲となった。ところが高蘭は山を越えた西原村の山寺宝珠院に遺跡となり二人は別離の仲となった。お常はある夜、こっそり館を抜け出て恋人高蘭の元を訪ねようとした。
お爪は峠を越えて久々に高欄に会い一夜の夢を楽しんだが、雇われの身の悲しさ、尽きぬ名残を惜しみつつ再び闇の山路を変えるのだった。やがて館の見える峠に差し掛かる頃には東の空が白んで明けの鐘が遠く山々に流れていた。よよと泣き崩れるお爪。帰れば主人に叱られる儚い運命に、道の端に立つお地蔵様にそっと手を合わせて切ない心にひたすら神の救いを祈るのだった。春が過ぎ、夏を送り、冬の峠道を通うお爪の姿は痛ましくまた哀れであった。後世、里人はこの峠を爪なき峠と呼び、お爪の冥福を祈る日が経った。今なお高欄、高欄とお爪の呼ぶ声が聞こえてくるという。これが、お爪の泣き坂の由来よ。え？いや、想像以上に重い話じゃん。急斜面できつくて泣きながら登ったとかが由来だと思ってたのに。どの程度事実なのか不明だけど、もし本当の話だとしたら峠を越えて高欄さんに会いに行ってたお爪さんは相当の体力の持ち主よね。そうだな。さて、気持ちを切り替えて、今日の事故のまとめに入るわよ。今回の事故では後輪たち13人が遭難。死者は出なかったものの、骨折する人や低体温症脱水状態になる人がいました。何が一番問題だったか考えると、やはり大雪の予報が出ていたのに入山してしまったことでしょう。確かに登山開始時の登山口では大したことのない降雪だったのかもしれませんが、山の中に入れば雪が激しくなることは容易に想像できたはずです。また、装備が完璧な状態だったならば入山の判断もまだ理解できますが、軽装だったと言われています。加えて、後輪たちは登山届も提出していませんでした。さすがにこれは山を甘く見ていたと言わざるを得ませんね。このパーティーにはリーダーが存在せず、撤退や救助要請の判断が遅れてしまいました。リーダーを事前にはっきり決めておかないと、どうしても人任せになってしまうのが人間だと思います。親しい友人などと登山に行く場合、お互い対等な関係のためリーダーを決めづらいこともあると思いますが、やはり、しっかり相談して事前に決めておくべきではないでしょうか。最後に、あなたは、この事故について何か思うことはありますか？ぜひ、コメント欄で考えご意見を教えていただけると参考になります。ご視聴、ありがとうございました。